はですね、1日以外必要としてしましては、知っている方もいらっしゃると思うんですけれども、最近というかもうずっと流行っているあの鬼をね倒すアニメを見始めまして、やっと見始めてでずっと流行ってるなと思っていて、見たいなでもなどうしようかなみたいな感じで思っていたんですけれども、このねおうち時間を生かして、見始めました、とうとう。はい、でですね、すっごくあの女の子のねキャラクターが可愛くて可愛くて、ねずこちゃんがとっても可愛くって仕方がないなと思いながら毎日を過ごしていますね。でも、島をね作る動物の島のねあのゲームも並行してやっております。でアップデートされたじゃないですか。で私はそれでまた島クリエイトをしました、そのアップデートに合わせて。まだね途中なんですけれども、ちょこちょこやっていこうかなって思っていますね。でそしてですね、昨日の4月28日で最終オーディションの合格から2年経ったということで、はい、3年目もこのままの勢いで、このままの勢いというかこれ以上の勢いで突っ走っていけたらいいなと思っておりますので、応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。でこの今月最後のトークテーマ、ちょっとした失敗談の前に、私のところに届いた質問や相談を読んでいきたいなと思います。はい、今日はラジオ風配信、久しぶりに質問してみます。今日は延期された大阪の握手会の日でしたが、今日の握手会はどのようなコンセプトにする予定でしたかという質問でしたけれども、はい、今はですねジャージを着ているんですけれども、最近よく着ている白シャツのになんか黒のトップスがついてるやつを着たいなって思っていて買ってありました。でもねお見せすることができなくて、この前ショールームで着たんですけれども、でまた再開されたら着たいなと思っています。あの服めちゃめちゃ可愛いんです。すごい足まですごく可愛いので、ぜひ皆さんに見ていただきたいなって思っています。はい、続きましてはですね質問です。毎週とある深夜ドラマを見ていて思うこと、もしこの世界が隕石とかで半年で終わると分かったら自分はどう過ごすんだろうと。実際その時にならないと分からないけれど、この世界そして地球は奇跡のような絶妙なバランスで成り立っているんだなと最近改めて思います。かほちゃんならその時どうしますか。その時にならないと分からない質問だけど、ということで、どうなんだろう。私もその時にならなきゃ分からないけど、どう過ごすんだろう。とりあえず好きなものを食べるかな。もう何も考えずに甘いものを食べたりラーメンを食べたり、もう何も考えずにお腹いっぱいたらふく食べて食べようかなと思いますねみんなそうかな。でも私もみんなと同じようなことを過ごします。はい、続きまして、こんばんは、マシモさん。こんばんは。最近鬼滅の刃を読み始めたと聞きましたが、キャラは誰推しになりそうですか、ということで。いや私まだね多分序盤しか見てないのかな。今日10話まで見たんですけれど、そうですね、まだこれから登場人物がたくさん出てくるのかなという感じなので、ちょっとまだ推しキャラはいませんですけれども、でも炭治郎と禰豆子のあの兄弟愛が素晴らしいなと思いながら、ほのぼのしながら見ています。禰豆子がでもいっちゃん可愛いって感じですね。あと玉代様っていうキャラクターもすごい美人で綺麗ですし、そこにねもうなんか忠犬のように従っている男の子がいるんですけど、その子もすごいこの人のことが好きなんだろうなっていう感じが伝わってきて面白いなって思います。はい、続きまして、かなんだろうな。でも資格は一応なんかいろんな資格、でも最近というかずっと興味があるのはペン字、ペンのなんか文字のやつ、あれって資格なのかな、
資格かどうかわからないんですけれど、すごい上手に字が書けるっていうのが、誰からどう見ても字が上手って思うじゃないですか、あのペン字の文字は。なのでペン字は取得したいなとか思ったり、あとはですね、すごい美容系のことになってしまうんですけれど、すごいなこの人にはこのような色が似合うとかっていうのは、はい。続きまして、質問、合格してから2周年おめでとう、ありがとうございます。3年目はどのような1年にしたいですか。ファンにこんな応援をしてもらいたいとかがあれば教えてくださいまし、ということで、はい、2周年ありがとうございます。3年目はですね、たくさんいろんなことができる1年になれたらいいなと思っております。で、ファンの方には、変わらず私の応援をし続けていただけたら嬉しいですし、なんて言うんだろう、なんて言うんですかね、755だったりとか TikTok とかアカウント持たせていただいたりとか、他の SNS とかで私のことをたくさん拡散していただきたい、いただけたらなと思います。で、あとは私が落ち込んでいる時もそうでない時も、なんか私信用を持たせていただけるというか、なんて言うんだろう、たくさん褒めていただけると嬉しいなって思います。昨日ですね、2周年のにもかかわらずショールーム配信したんですけれど、すごいネガティブモードだったので、ファンの方がすごいメールの返信で、マッシーはダメダメとか言っちゃダメだよとか、アイドルになれることはすごいことなんだからもっと自信持ってとか、すごいいい返信をねいただいて、すごく元気をもらえたので、こういう返信を定期的にいただけたらなと思います。ありがとうございます。はい、変わらず3年目も元気に明るく活動を楽しみ、続きまして、はい、昨日はオーディション合格2周年おめでとう、ありがとうございます。質問ですが、この私漏れてたな、写真やばかったなって記憶に残っている写真や画像はありますか。いいのがあったら待ち受けやヘッダーに、最近で言うと、いうのがありますね。痩せていたというか、なんだろう、写り良かったなって思います。あとは埃の丘公園の衣装を着てるやつの自分は良かったなと思いますね。時代を笑わさせていただいた時の衣装、あとはなんだろうな、でも基本的に SNS はすごく、衣装がねすごく可愛かったですので、始まりよ公演の時も多分皆さんも分かると思うんです。あ、今日のマッシー調子いいなとか顔がっていうのは、私も多分そうやって同じように思っているので、待ち受けにしていただけると嬉しいですね。はい、続きましてはですね、待ち受けとかヘッダーとかアイコンとかにしてください。すごい、私ね、写真 SNS のアイコンが自分になるのが夢なんです、皆さんのはい、そんなところで、今日はですね、今回はですね、2周年おめでとうございますっていうメッセージがたくさんありました。ありがとうございます。はい、どういう1年にしたいですかとかっていう質問だったりメッセージがたくさんありました。ありがとうございました。それでは今月のトークテーマ、ちょっとした失敗談を読んでいきたいと思います。はい、こんばんは。楽しみにしています。毎週水曜日は週刊漫画の発売みたいでワクワクします。ちょっとした失敗談があります。本当にちょっとしたことが、皆さんもそうだと思いますが、ほぼ一日中マスクをしているかと思います。やってあげないよと言ったら、さらにうわーんと泣いてしまいます。マスクじゃない、アイスを食べようとマスクを取ったら、またうわーんと泣いて、ということで、いやーこれは悲しいですねでもちょうどね、子供、それぐらいの子供だと
なんか妙にすごい自我が芽生える年頃と言いますか、すごい、すごい、なんて言うんですかね、授業で習ったんですけれど、自分の意見をはっきり言う年頃だったりするので、こう泣かれてしまうのかもしれないですね。でこれはちょっとした失敗談というか、ちょっとショックだったし話ですね。ちょっと心が癒されることを祈っています。続きまして、ちょっとした失敗談ですが、無人島生活で金のなる木という素晴らしい木があるじゃないですか。あります。その木なんですが、私は必ず埋めたお金が3つなる木だと思っていて、毎回持っているお金全額、なんなら少しお金も貯まってきたので、9万9000ベル貯めて埋めました、埋めて育てました。でも1000ベルが3つの時が何度もあって、あれおかしいなと思って Google 先生に頼ってみました。そしたら毎回貯めたお金が3つなるわけではなかったんですね。いつまで経ってもお金が貯まらないはずです。最初は3万ベル埋めて増えたらラッキーと思って、商店が改装工事中で今日大きくなりました。これからもおうち時間、無人島生活楽しんでいきたいです。ということで、そうなんですよ。これはですね、1万ベルちゃんと1万ベルが3つなるんですけれど、それ以上の額は結構、9000ベルを植えたからといって9万9000ベルってなるわけではないんですよ。3つでもなる時もあるみたいなんですけれど、私は 100% なる1万ベルを植えて3万ベルを回収できるようにしております。これからも無人島生活楽しみましょう。はい、続きまして、今月のトークテーマ、ちょっとした失敗談ですが、失敗と言えるかどうかです。におかしな地震から連番しないで、知り合いは2巡、私は準優勝。他にも自分が2回とも優勝したり、ビンゴ抽選はよく失敗しています。ありがとうございます。ねえ、これなんだろう、自分の運がいいかもしれないと思って連番しないのかな。でもたまにはね、一緒に連番した方がすごい、隣にね、隣で一緒に盛り上がれる人っていうのは大事かなというか、倍楽しめるかなって思う。運を委ねてみてはいかがでしょうか。最善。続きまして、かほちゃんこんばんは。こんばんは。オーディション合格から2周年おめでとうございます。ありがとうございます。3年目とつんリフレッシュするためにと、疲れを癒すためにゆっくりお風呂に入り、好きな曲を聴きながら好きな漫画を読むのですが、先日も寝不足が続き、今日はゆっくり休もうとお風呂へ。 NGT48 の曲をランダムに聴きながら読書時間、至福の時を過ごしていると、ついつい気持ちよくなり、歌おうとと次の瞬間悲劇が。やっと手に入れた最新刊が私の顔の元にバッシャンとお湯に、あら慌ててあげたものの、時すでに遅く、本も頭もびちゃびちゃに。一気に目が覚め、乾かそうとドライヤーを使うもののペラペラに。やってしまった。まさに天国から地獄でした。この経験年に数回ありますが、懲りずにやっています。かほちゃんはお風呂でのリフレッシュタイム何かやりますか、っていう質問、本当ね、メッセージありがとうございます。これはね、失敗というかショックな、もう言っちゃえばもう最悪な瞬間ですね。しかもやっと手に入れた最新刊ですよ。多分見つからないんですよね、発売日に。人気だから多分あの漫画だと思うんですけれどもはい、私はですね、お風呂でのリフレッシュはですね、私長く使っていることができないので、動画を1本ぐらい、20分ぐらいの動画を1本見てすぐ出てしまうんですよ。なのでリフレッシュというか、汗を流す場だと思っているので、お風呂は、あとすっきりさせる場なので、リフレッシュは、あ、たまにめちゃめちゃ歌ったりしますね、お風呂で。はい、最近は歌ってないですけれど、急に歌いたくなってお風呂で熱唱とかはありますね。そんな感じですかね。はい、続きまして、
マシュマさんこんばんは。今日ホヤホヤのやっちまった話です。というかやっちまったんだろうなという未来系。そうです、休日だったのでつい二度寝してしまい昼過ぎまで寝てしまった。あー多分今夜眠れないだろうな。そして恐怖の寝不足の明日朝を迎える予感。ただでさえ運動不足しがちな今、皆さんもお昼の寝すぎにはお気をつけくださいということでこれねあるね。私もでも私は昼過ぎまで寝てしまっても絶対に生活毎日同じ時間に寝るので何が何でも1時間ぐらい眠れないなと思いながら寝てし、1時間ぐらい経ったら寝ているので、まあ、結局いいかとなってしまうんですけれども、寝れない瞬間はあ今日は遅くまで寝てたからなとか今日昼寝しちゃったからなとか思いながら失敗なんですねそれはね、うん、であとはですね本当に寝ぶこの20分寝ようと思った時に1時間過ぎていた時とかは本当にやっちまったってなりますね。皆さんもね寝不足や寝すぎにはお気をつけください続きまして、失敗談というかほんのちょっとしたことなんだけれど、いつも弟と息子の名前を呼び間違えてしまいます。それでよくママの弟じゃないしと怒られるから気をつけたい。そんな息子は明日で10歳になるよ。どこにも行けないけれどたくさんお祝いしてあげなくちゃねということで、お誕生日息子さんおめでとうございます、イエーイ。でも今代々木で呼び間違えてしまうのはねよくあるかもしれませんね。私も、実家で暮らしている時にお母さんから兄弟がいっぱいいるのでよく間違えられることはありましたねあとはもう最悪というかもうすごい時は犬の名前で呼ばれる時もありますこれ取ってあ違うカホみたいな犬の名前で呼ばれたりとか兄弟の名前で呼ばれたりとかしてしまうするので結構これはお母さんあるあるなのかもしれませんねだから弟くんもねちょっと楽しみながら返事しているかもしれませんね。でもよ大丈夫ですよ。それも一つのねコミュニケーションになるので、私は間違いすぎるとねもうびっくりしちゃうかもしれないですけれど、まあ、たまにはいいんじゃないですかね。でお誕生日をいい日にお過ごしください。続きましてマッシーこんばんは。こんばんは。今月のトークテーマちょっとした失敗談もいよいよ今日が最終回ですね。今日は劇場公演に行った時のお話です。影穴も終わりいよいよ公演が始まるぞとワクワクしながら待っているとおばあちゃんが流れてきました。よっしゃマッシーの主催の色オレンジピンクのサイリウムに盛り上げして今日も盛り上げていくぞと気合十分でしたが、あれ転倒しない、あれちょっと待ってあれえどういうこと、あわわと焦れば焦るほどサイリウムは反応してくれません。あっという間にメンバーの皆さんがパーティーの大きな元気な声で登場。周囲が盛り上がる中転倒しないサイリウムを握りしめるという大失敗。せっかく新しい電池に入れ替えたのに入れ方が悪かっただけで公演終了後は光り輝いていましたとさ。いやーこれはねショックなやっちまった出来事、すごいあるあるって言ってらっしゃる方がいますけれども、結構あるあるなんですね。つかないみたいな、これは焦りますよね。これは盛り上げていくぞ楽しみっていうところでえつかないみたいなショックですけれど、でもその分きっと声を出して盛り上げていただけたのではないですかなと思います。はい、これでもね皆さんもね電池をしっかり確認して、つくことを確認してからお家を出るようにしましょう。公演の時にねお家出る前にちゃんとサイリウムが点灯するかとチケットをね、日にちを確認してから来るようにしましょう続きましてかほちゃんこんばんは。こんばんは。ちょっとした失敗談は新幹線で家まで帰ろうとして電車に乗り込んだんだけど疲れて寝ちゃって降りなきゃいけない時についてパッて目が覚めて降りなきゃって思って降りたのね。そしたら新幹線の階段のところに手すりがあってそこに背負ってたリュック引っかかっちゃって結局間に合わなくて扉パターン。あら仕方なく隣の駅で降りたけれどまさかの終電だったのでとっても大変だったな。かほちゃんは新幹線をよく利用すると思うけど寝落ちしちゃったりしたことあるっていうことで、いやーこれはねショックな瞬間じゃないですか。しかも寝ていて降りなきゃいけない時にパッて目が覚めて降りたのに
降りようとしたのに、その瞬間はえラッキーついてるって思ったはずなのにね、そしたら階段のところにリュックが引っかかってしまうなんて、これはもう天国から地獄のショックな失敗談ですね。私はですね、車の中だったり交通機関の中で眠れないんですよ。なので逆に寝落ちすることがないんですよ、車で。だから寝てたら着いたとか、あ気づいたら着いてたとかがなくって、まあ寝過ごさない分いいかもしれないですけれど、本当に寝たい時は結構大変かもしれないですね。続きまして、かおちゃんこんばんは。こんばんは。今月のテーマ、ちょっとした失敗談。つい先日また職場でやらかしてしまいました。仕事が終わり、駐車場から車を出すために遮断機がある出口に車を移動させ、いつもなら駐車金が無料になる券を入れて出庫するんですが、その券がないことに気づきバックしようと思ったら、すでに後ろに数台のお客様の車が連なってるではありませんか。とりあえず後ろの車とその後ろの車のドライバーさんに一言断り、急いで職場の事務所までダッシュ。車に戻った頃には6台ほど連なっていて、かなり申し訳なく恥ずかしかったです。何事も確認は絶対ですね、ということで。あらまあ、これはね、あるはない、券がないとか、駐車券ね、あれどこしまったっけみたいな、どこか分からなくなった瞬間は結構冷や汗が出る瞬間ではないのでしょうかね。しかもね、後ろにお客様がいらっしゃったらね、ああすみませんみたいなね感じになってしまうので、さっきのお話とも一緒ね、似ていますが、確認は大事ですね皆さんも確認しましょうね。続きまして、かほちゃんこんばんは。こんばんは。昨日は NGT 合格から2年おめでとうございます。ありがとうございます。本当に NGT に新潟に来てくれてありがとう。いやこちらこそありがとうございます。3年目もよろしくね。今月のトークテーマ、ちょっとした失敗談。買い物に行った時の話。買い物が済んで帰ろうとしたところ、母からお店指定で牛乳買ってきてと言われたと言ったところ、隣のコーナーを見た、ちらっと見たら前のお店で買った同じメーカーのヨーグルトが安い、数十円だけどあちゃーってなりました。かほちゃんにも同じような体験ありますか。また何かちょっと節約とかしていますか。また来月もマシラジ楽しみにしています。いつも楽しい配信ありがとう、ということでありがとうございます。これはちょっとショックですね。しかもチラッと見たら安いみたいな私はですね、似たような、結構買い物は一つのお店で済ませてしまうので、なんならこのちょっと安いっていう絶望を味わい、絶望というかあちゃーと思いたくないので、なるべく同じお店で買い物するようにしていて、ちょっとした節約と言いますと結構シンプルなんですが、 30% オフのものを買ったりとかですね。あとは結構何個入りでいくらとかを見て、あこっちの方がお得じゃんとかで選んで買ったりするんですけれど、やっぱり一人暮らしだと消費するのが少ないので、やっぱりちっちゃいのでも良かったかなとか思ったりはするんですけれど、あそれはちょっとした失敗なんですねはい、そうですね、そういう時はあります。でも、まあ、もったいないから食べちゃおう、食べきっちゃおうっていう精神で結構食べきってしまうのが大体なんですけれど、はい、そんな感じですかね。はい、そんなところで今月の一曲に行きたいと思います。今月の一曲はですね、リクエストもあったんですけれど、私も歌ったことないかもって思ったので歌わせていただきたいと思います。私も参加させていただいた、すごく思い出に残っている一曲です。フォーチュンクッキー。好きなのに私にまるで今日
大勢の可愛い子たちがいるんだもん。地味な花は気づいてくれない。 Yeah, yeah, yeah。 溶けてるよ流れるミュージック、ぼんやり聞いていたら知らぬ間にリズムに合わせ、つま先から動き出す、止められない今の気持ち。 Come on, come on, come on, come on, babyなってよ、恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪くないよ。 Hey, hey, hey。 月を呼ぶには笑顔を見せること、ハートのフォーチュンクッキー、運勢今日よりも良くしよう。48マシモカホのあなたの耳にお邪魔しも、ショールームより新潟県内よりショールームをキーステーションに全国各地へ生放送、 NGT48 マシモカホのあなたの耳にお邪魔しも。はい、エンディングです。皆さん今週もお聞きいただきありがとうございます。はい、私の SNS アカウント755やっておりますので、フォローして最新の情報をチェックしていただけたらなと思います。またこの配信が面白いなと思ってくださった方はぜひ、ね、フォローボタンを押して通常の配信も見ていただけたらなと思います。はい、通常の配信ということで、明日の昼間って皆さんはお時間ありますか？もしお時間があったら、餃子を作ってみようかなって思っておりまして、餃子を包んで焼く配信をやってみようかなと今のところ思っておりますので、お腹が痛くならない限り昼間にやろうかなと思ってるんですけれど、大丈夫ですか？大丈夫そうなので、やろうかなって思っています。はい、そしてですね、先日研究生で TikTok のアカウントを持たせていただいております。で、昨日も、全員で更新させていただきまして、たくさんコメントだったり、いいねありがとうございます。コメントは私全部見ているので、よかったらマシ可愛いと言っていただけると嬉しいなって思ってます。よろしくお願いします。そしてですね、5月17日の佐藤かえりちゃんのショールームイベントに私もゲスト出演させていただくので、全力で頑張ります。その他フォトログ、その他情報は NGT48 公式サイトをご覧ください。今週もお付き合いありがとうございました。この時間のお相手は NGT48 マシモカホでした。今週もありがとうございました。それではおやすみなさーい。